皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日はちょっとスライド動画っていうんですか、文章と一緒に下の方に私の顔が映ってます。小さく、今日は QOL をアップするマインドフルネスダイエット、健康になる心理学ということについて話したいと思います。で、今日の話の、中心は後半で、このクォンタムヘルスという本を中心にして話します。で、ここを見ていただければ分かるんですけれど、簡訳がですね、高橋和美先生なんですね。高橋和美先生です。またこれについては最後に少し話す時間があったら話そうかと思います。では早速いきますけれども、ダイエットが、今日はダイエットの話なんですね。で、ダイエットが長続きしないとか、ダイエット我慢するの嫌だなとか、マインドフルネスと関係しているダイエットなら興味があるんだけど、みたいな人、そういう悩み持ってらっしゃる人には、このマインドフルネスダイエットっていうのをおすすめできるかと思います。で、一般的に言われているマインドフルネスダイエットと、あと、極意とも言えるもの、この2つを紹介します。で、今日のは、私自身がマインドフルネスな生活を送る中で身につけてきたものであり、臨床心理士としてい、 いろんな人の話を聞く中で蓄積してきた、そういうスキルですので、ぜひご覧になってください。で、前半の方では一般的なマインドフルネスダイエットについて、で、後半では本格的なマインドフルネスダイエット、この本ですね、クォンタムヘルスのことについて解説していきます。で、結論から言うと、バランスをとってシンプルな生活をしよう、これなんですね。これがマインドフルネスダイエットです。もう一度言いますね。バランスをとってシンプルな生活をする、これで十分ダイエットになるということです。なんか最近バランス崩れてるなというふうに感じていらっしゃる方は、この記事をちょっと読んでいただいて、ああ、もっともだな、ちょっとやってみようかなと思ったら、実践していただくといいと思います。ただ、何かしらの、疾患にかかっていて、その治療と併用しながらやっていかれる方は、その主治医のドクターの、指示に従いながらやってみてください。これ、食事の話も出てきますので、私も、糖尿病という基礎疾患を持っているので、その糖質に関するところはね、ちょっと注意しないといけないかなと思っています。要は自分で自分のドクターにはなろうとしないということが肝心だと思います。で、今回は、マインドフルネスダイエットなんですけれど、もっと大きな意味でマインドフルネスについては、関連記事、ウェブサイトの方に貼っておきますので、マインドフルネス瞑想おすすめのやり方と思想保存版、こちらの方をご覧ください。こちらもちょっと長い動画付きになってますので、このマインドフルネスダイエットと、併用して読んでいただくと、より深い理解ができるのではないかと思います。マインドフルネスについてはこの2つが双璧、最強の方法と なればいいなと思っています。で、話に具体的な話に早速行きたいんですが、その前にちょっとダイエットということについて整理しておきます。ダイエットっていうと、大体体重を減らすという、ことがメインになるんですけれども、そればかりではないということですね。ダイエットというのをメリアン・ウェブスターという、英英辞典みたいなのがあって、これダイエットというのを
調べるとこの4つの定義が出てきます。日本語にすると、規則的に毎日食べるもの、習慣的な栄養摂取、特別な理由により食事の種類や量を制限すること、で体重を減らすための食事療法、この4つなんですね。で私たちが普段、意識しているダイエットは、最後の体重を減らすための食事療法になるんですけれども、マインドフルネス的なダイエットというのは、規則的に毎日食べるものと、あと特別な理由により食事の量や、種類を制限すること、この2つがかぶさっているような感じにも取れるかなと思います。この英字典の特別な理由によりっていうのは、生活習慣病とか、他の疾病を改善するためという、理由というふうに思われますけれど、ここをマインドフルネス的にこう見ていくと、ここはね、自分の体質に合わせるためっていうことなんですね。自分の体質に合わせるための、食事の種類や量を選択すること、選択するんですね。これがマインドフルネスダイエットの方向性です。マインドフルネスダイエットは自分の体質に合わせるために食事の種類や量を選択することです。要は制限することではないんですね。選択すること、ここが一般的なダイエットとは違ってきます。でここから具体的にちょっと見ていきますけれども、一般的なマインドフルネスダイエット、これは瞑想を取り入れたダイエットのことですね。でこの良さっていうのは、瞑想が習慣化することで リバウンドからも解放されるということなんです。食事制限による普通のダイエットだと、なかなか副交感神経優位にならないんですね。交感神経が常に起動してて、そのために過食衝動がわーっと出て、それを我慢する、その繰り返しなんですね。で結局リバウンドしてしまう、そういうリスクと隣り合わせなんです。だから普通のダイエットだと、強い意志が必要になってきますけれど、瞑想を利用したダイエットだと、副交感神経にこう働きかけますから、リバウンドはさほど起こってこないという、メリットがあります。で、大きく分けて、2つございますね。5秒間瞑想法っていうのと食べる瞑想、この2つがあります。5秒間瞑想法っていうのは、こう座って食卓に座ってですね、こう食卓に用意された食事をこう半眼閉じて見る、要はこう涅槃の状態、お釈迦様の涅槃の状態ですね。半眼閉じて食事を見て、鼻から吸って鼻から息を出す、鼻から吸って鼻から息を出す、これ5秒ぐらい続けてみるということです。これだけなんです。でこれは何をやってるかというと、気持ちを落ち着かせるということです。今ちょうどゴロゴロと鳴って、雷鳴ってんですね。ちょっとドキドキしてますけれど、こういう時には吸って吐いて気持ちを落ち着かせるということですね。これで自律神経安定させて、副交感神経優位にしていきます。でこう副交感神経優位になると、満腹中枢が正常に機能するようになって、食事の量も安定していきます。この5秒間瞑想法というのは本当5秒でできますから、要所要所で気がついたらやってみるといいと思いますね。これ食事の前だけじゃなくていいと思います。仕事の途中でもいいと思います。で次に食べる瞑想、これは今日の参照文献に
載せておいたんですが、ジョン・カバット・ジンという人の、マインドフルネス・ストレス低減法という本に詳しく紹介されてますので、もし興味があれば、ご覧になってください。まあ本当はね、これ用意するものは何でも構わないんですね。少量の食べ物をまず用意してみてください。ここでは、まあ、レーズンかチョコを用意してくださいということです。でこう用意した、レーズンチョコを手に取ってこう形を見たり、こう匂いを嗅いだり、こう手触りを感じたりするわけですね。でそれを舌の上に乗せて味を確認します。口の中にこう広がってくる感じを確認します。で喉を通してその胃に落ちていく感じを確認します。確認確認確認ですね。これを、食べる瞑想と言います。これはね、やり方が重要なのではなくて、食べ物がどうやって自分の体の中に取り入れられていくかを追跡していく感じですね。その一瞬一瞬を感じ取っている感じ、これはね、自己流で構わないです。できていれば自己流で構わないです。追跡しているなーってこう感じていられれば、もうそれで OK です。で、これらのね、マインドフルネスダイエットの、まあ、効果というのが、まあ、3つ言われていて、まず暴飲暴食がなくなります。で、あとジャンクフード食べなくなりますね。でリバウンドしなくなる、まあ、この3つが達成できます。この3つ達成すればね、まあ、結果的に痩せますよね。バランスが取れていきますよね、体の。まあ、痩せますよねって言ったんですが、痩せることが目的ではないんです。ここから後半の話になります。で、マインドフルネスダイエット、痩せることが、目的ではないんですね。ここから後半になります。まあ、このマインドフルネスダイエット後半の本格的なものっていうのは、このクォンタムヘルスという本に1から10まで書いてありますから、ぜひご覧になってみてください。春秋社から出ています。私この本を手に入れたの30年前、1991年ですね、29年前ですね。30年間の愛用書です。結構私本捨てるんですけれども、まあそこにもめげずに残っていた本です。でこれこの間気がついたんですが、知らなかったんですけど、漢訳が高橋和美先生なんですね。高橋和美先生です。最後にちょっと時間があったら話します。でマインドフルネスダイエットと瞑想ということなんですが、これはね、もう切っても切り離せないんですね。なんでかっていうと、このマインドフルネスというこのスキルは瞑想の技術そのものをなんですね。で瞑想というものはもともとインド発祥の瞑想が起源です。でそのインド発祥の瞑想がこう考案された時に、こう古くからね、大きな学問体系があったんですね。インドにはどれぐらい、2、3000年前ですかね。それをベーダっていうんですよ。ベーダっていうのはこう、例えば建築に関するもの、音楽に関するもの、健康に関するもの、占いに関するものとかっていうのがあるんですね。音楽に関するものは、ガンダルバ・ベーダ、健康に関するものがアーユル・ベーダ、占いに関するものはジョーティッシュと言いましたが、確か合ってると思うんですけれども、まあ、何個かのそういう、こう学問体系があって、その中で、健康に関するものをサンスクリットでアーユルヴェーダっていうんですね。生命の科学、日本語で生命の科学で、これがこのマインドフルネスダイエットの、基本にあります。つまりこのマインドフルネスダイエットイコールアーユルヴェーダです。
イコールクオンタムヘルスということになります。ですから、マインドフルネス、本格的なマインドフルネスダイエットをしようと思った場合は、この本を読んでみてください。かなりね、詳しいですね。480ページですね。で、まずですね、このアーユルヴェーダとダイエットということをこう整理していく、理解していくために必要なことっていうのが、まず一つあって、3つの体質、人間は3つの体質からできている、というんですね。これをまずこう理解していただくことが必要です。で、この人間は3つの体質からできてて失礼しました。この3つの体質それぞれに合わせていくことが、その健康につながるとされています。つまり、健康的な本来の身体になるということが、そのマインドフルネスダイエットであって、痩せることではないんですね。で、ここでいう本質の体質、3つの本来の体質は何かというと、これがね、サンスクリット語でちょっと分かりにくいんですが、バータ・ピッタ・カパなんです。バータ・ピッタ・カパ、心理学で三類型っていうものがあるんですけれど、大体それに似てますね。心理学の三類型っていうのはインドから来てますね。バータっていうのは痩せた感じ、ピッタっていうのは中肉中性筋肉質、カパっていうのがちょっと太った感じ、分裂気質、循環気質、あとは躁鬱気質でしたっけ、すいません、ちょっと今ど忘れして出てこなかったんですけども、心理学の類型論ですね。心理学の話してるのに心理学の用語が浮かんでこないっていう、こうまあめったにこういうのを話すことがないので、まあすいません、忘れてしまってますけれど、まあバータ・ピッタ・カパです。この3つです。で、まあそれぞれどの体質が、支配的かで、その人の型が決まってくるんですね。タイプがバータっていうのは細い体質、素早さとか変化するような質で、まあ予測不可能な印象があって、こうストレスを受けると不安定になる、そういう感じの体質ですね。ピッタというのは、まあ、中肉中背で、秩序的で力強い質、まあ、強烈な印象があって、ストレスを受けるとこう怒りが出現するような、そういう印象ですね。あとカパっていうのが、こうふっくらした体型、まあ、ムーミンママみたいですかね、穏やかで安定している質で、まあ、くつろいだ印象があって、ストレスを受けると動かなくなるみたいな、こういう。で、まあ、このバータ・ピッタ・カパっていうのは、単独で持ってる人っていうのはまるで大体2つの動作が合わせ合っているというふうにされています。まあ、例えばバータ・ピッタ体質みたいなね、まあ、こういうバータ・ピッタ体質の人は、まあ、バータ体質オンリーという人と比べると、そんなに興奮しやすくないし、体も華奢じゃないし、まあ、心もそんな不安定ではない、寒さとか騒音にもまあ強い、まあ、バータピッタ体質って結構いい感じなのかもしれないですね。で、まあそれぞれの動作にね、質があるんですよ。まあ、ここにちょっとまとめて書いておいたんですけれども、バータピッタカパで、こう寒性熱性重性、バータは寒性乾いた感じ、ピッタは熱い感じ、バータは重たい感じ、まあ、これがその各動作を見分ける際の目印になると思います。私とかね、どう映りますかね、多分ピッタ優勢なんじゃないですかね、熱性があるんじゃないかなと思っています。まあ、ざっとバータの性質を言うと、乾いていて
移動する感じで冷たくて軽くて変化して、まあ細かくて洗って敏感だみたいな、そういう感じですね。ピッタは熱くて鋭くて軽くて、こう湿り気があって、ちょっとこう油っぽくて流動性があって、こう少しなんか酸っぱい感じ。カパは重たくて冷たくて脂っこくて甘い感じで、安定してて緩慢で柔らかくて、なんか粘着質で鈍感で、こう滑らかみたいな感じなんですかね。これはね、どれがいいというわけじゃなくて、自分がこの動作と思ったら、その動作を尊敬する、尊重すること、これが大切です。ここに書いてますね。自分の動作を尊重することですね。これが大事です。で、各動作が、これ自分の動作がね、アンバランスになると、まあ、病気にかかりやすいとされています。まあ、バータが、アンバランスになると、不眠とか便秘、胃腸障害、不安、うつ、痙攣、PMS、下痢、痛み、高血圧、関節炎になったりすると言われています。ピッタがこうなんか増悪してくると、悪くなってくると、発疹ができて、胸焼けがして、胃潰瘍ができて、若ハゲが起きて、若白髪になって、視力低下して、こう敵意が出てきて、こう自己肯定感ダウンしてきて、こうドキドキ、心臓発作、まあ、タイプ A って言われる人たちですね、攻撃的な感じになります。カパがこう増悪してくると、まあ、肥満体質、鼻詰まって咳が出て、関節痛でこう喘息、アレルギー、うつ、糖尿、高コレステロール血症とか疲労感が出てきます。で、まあ、これらからね、回復するためにどうすればいいかというと、アンバランスの原因をつけ止めて修正するという、原因を突き止めて修正するということですね。で、新しい生活を送っていく。で、この原因を突き止めて修正するには、このどういうのがいいかというと、この4つの方法があって、それぞれこの4つをこう意識しながらやっていくということですね。これがマインドフルネスダイエットの、まあ中心的なやり方になってきます。これを意識化していきますね。意識化していきます。日々の過ごし方、食事、運動、季節の過ごし方、この4つです。で、まあちょっとささっと見ていくんですけれども、日々の過ごし方は、これは、ね、シンプルなことで、自然の波に乗るということなんですね。だいたい毎日4つの波が来ます。朝6時、昼の12時、夜の18時、寝る時のまあ10時ごろ、この4つの波ですね。で、朝、6時から8時、この時間にまあ起きますね。で、何がいいかというと、白湯を飲んで、ごま油で全身マッサージして、入浴して、ヨガをして、瞑想をして、軽い朝食を食べる、ということです。で、次にまあ12時、まあ、この時間にお昼を食べます。まあ20分ほどかけて、まあ昼食をゆっくりとってください。話せずに、食事に集中して、テレビ見たり話したりせずに食事に集中して、まあ食べる瞑想をね、ずっと20分やる感じですよね。あ、どんな味だなっていう。で、まあこれは、白湯を飲みながら食べます。で、食べ終わったら5分間静かに座っている、まあ瞑想してる感じですね。で、この昼食っていうのは、こう3食で一番比重の高いものですから、しっかりとってください。で、食べるコツっていうのがちょっとあって、甘いものから食べるんですね。甘いものっていうのは満腹感を増しますから、
甘いものから食べると、まあ、必然的に食べる量がダウンします。でね、ここはちょっとね、糖質気になる人はそうはいかないので、まあ、難しいですけど、まあ、糖質を食べる人はあらかじめ食べれる量だけ用意して、まあ、甘いものを一番最後に食べてください。まあ、それが糖質吸収、糖質制限には一番いいですからね。で、次がまあ6時頃、まあ、この時間に夕飯食べます。軽い夕飯、白湯と一緒に飲んで、まあ、静かに 5分間座る、食べ終わったら。これは、昼と同じですね。まあ、食事の量はもう昼よりも随分ダウンさせてください。で、あと、まあ10時前後に寝るということですね。肝心なのは、まあ、夕食後3時間以上経ってから寝るということです。まあ、ベッドで本読んだり、スマホパソコンを触ったりはしないで、まあ、テレビも最小限でやってください。まあ、これがですね、日々の過ごし方、波に乗る、まあ、これが基本です。ここに、まあ、食事どうしていくのかという話になります。で、これは動作のバランスを取るように食事を取るということです。動作というのはバータピッタカパということでしたね。この動作気をつけないと増悪するから、病気になりますから気をつけてくださいということでした。バランスいいような食事をとるということですね。で、バランスいい食事っていうのは6つの味があって、甘い、酸っぱい、塩辛い、苦い、辛い、渋い。もう一度言いますね。甘い、酸っぱい、塩辛い、苦い、辛い、渋い。この3つの味、これを、まあ、バランスよくとってみてください。これね、具体的にいろいろあるんですよ。バータは例えば甘いものとか塩酸味、甘みを取るとかね、ピッタは冷たいものを取るとか、バター少なめにとか、あとカパは温かいもの、バターは最小限にとか、いろいろあるんですけれど、まあ要するにですね、詳しくはこのウェブサイトの記事とか、このクォータムヘルスを見ていただきたいんですけれども、要はね、バランス、自分にバランスがいいかなと思いながら食べているのが一番いいかもしれないですね。瞑想していれば自分にとって何が一番バランスがいいのかというのが分かってきますから、そこまで分かってくれば何を食べなきゃいけないということに左右されなくなります。で、あと、まあ食事のバランスを回復させる週末の過ごし方っていうのがあって、これは週末の土日を使います。土日は消化力を弱めるために、まあ、食事をせずに白湯、白湯だけを飲んで生活します。で、日曜日には軽い朝食と昼食も、まあ、適度な昼食と、あと夕食も軽く、そうやってして、まあ、月曜日に備えていくということですね。で、食事の取り方っていうのが、まあ、落ち着いたところで食べる、気持ちが焦っている時は食べない、空腹の時に食べる、冷たいものは取らない、食べながら話さない、遅すぎない、早すぎない、適度な速さで食べる、腹7分目の適量を食べる、まあ、こういう食べ方を実践してください。まあ、これが結構こう体のバランスを取り戻すためにはいい食べ方だと思います。で、次にですね、運動があるんですが、これは簡単なヨガと呼吸ですね。この2つ、これはヨガなんですけれど、まあ、呼吸を意識しながらのストレッチでも構いません。
まあ、自分が一番こう気持ちのいいポーズを取るということですね。で、まあ、運動する時の注意点としては、食事の直前直後には運動しない、寒いところでは運動しない、強い日光のところでは運動しない。これバランス崩しますから気をつけてください。で、季節の過ごし方、これが最後にあって、まあ、春先、あと秋の過ごし方、あと冬の過ごし方ですね。まあ、これもウェブサイトに載せてますので、読んでみてください。で、要はね、そのバランス崩れたというふうに言ってますけれど、あんまりバランスに神経質にならないということですね。これもとっても大事なことです。あんまりね、人生複雑になりすぎると健康じゃなくなっちゃうんですよ。人生複雑にしないことですね。これがマインドフルネスダイエットです。で、マインドフルネスダイエット、まとめてみますと、バランスをとってシンプルな生活をする、体質に合わせるために、食事の種類や量を選択するということでした。で、一般的な方法としては、5秒間瞑想法、食べる瞑想がありました。それによって暴飲暴食なくなって、ジャンクフードを食べなくなって、リバウンドしないということですね。で、本格的な、マインドフルネスダイエットとして、このアーユルヴェーダというものをご紹介しました。これは、バータピッタカパに合わせてバランスをとっていくという方法でした。4つあって、日々の過ごし方、食事、運動、季節の過ごし方などです。で、一番重要なことは、人生複雑にしないということですね。あまり神経質にならずにやってください。で、以上が、まあ、マインドフルネスダイエットの紹介でした。ご自身のペースでマインドフルネスな生活を始めてみてください。で、最後に、このクォンタムヘルスという本なんですが、これ高橋和美先生の、著書なんですね。私30年間知らなかったんですけれど、今回の、動画を作る時にもう一度調べてみたら、高橋先生の名前があって、ああそうだったのかと思って、読み返しました。よく私の、カウンセリングの理論に出てくる、高橋先生です。高橋先生はもともとそのマハリシのアーユルヴェーダ関係やってたみたいなんですね。ですから、結構アーユルヴェーダに詳しいというか、まあ、専門医なんですね。多分そういう話されることはほとんどないと思うし、私も研修会で一回も聞いたことはなかったんですけれども、実はこのクォンタムヘルスにかなり精通している先生だということだと思います。今日は駆け足でやっちゃったような感じなんですけれども、もう一度よければ、ウェブサイトの方の記事は、この動画の翌日にアップされますから、そこでもちょっと確認してみてください。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。